E-4 ナイトウォッチ E-4BE-4B ナイトウォッチはボーイング747から200バイトを元に改造されたアメリカ合衆国の国家空中作戦センターとして運用される航空機である。核戦争、大規模災害などに際し、地上での指揮が取れない場合に備えて、アメリカ合衆国大統領、国防長官などの国家指揮権限保持者を呼び、 式爆量を登場させ、アメリカ軍を空中から指揮する。E-4 には初期型の E-4A と回収型の E-4B がある。各戦争への対応を前提としているため、搭載する電子機器には、核爆発により発する電磁パルスに対するシールドが施されている。搭載する通信機器を介したアメリカ軍 ICBM 部隊、SLBM 部隊、 戦略爆撃部隊の指揮能力を持つ。この機は、ネブラスカ州、オファット空軍基地の空軍第55航空団に所属し、4機が収益している。航空戦闘軍団が管理を行い、アメリカ戦略軍の指揮を受ける。アメリカ合衆国大統領の近くには必ず1機以上の E-4B が待機し、大統領がエアフォースワンで外遊する場合などでも必ず、 随行する。一時、退役が検討されたが、2011年から近代化改修が行われている。なお、E-4 収益時には、大統領専用機には、VC-137 が用いられており、E-4 はあくまでも有事用の機体であった。2001年9月11日に発生した、アメリカ同時多発テロ事件では、事件発生直後に、 ワシントン DC 上空を飛行している姿を CNN が撮影しているが、アメリカ政府公式報告の中に同期に関する言及がない。2017年6月23日、ネブラスカ州オハット空軍基地周辺で竜巻が発生、軍用機10機が損傷を受けた。この中には、普段、 同性が明らかにされていない E-4 が2機含まれており注目を集めた。現在では国防長官の外遊にも使われ飛行中に同行した記者団に会見する。アメリカ空軍は老朽化してきていた EC-135J 空中指揮機の後継機を1971年により検討していた。この計画は発展型空中指揮機。 481バイト計画として検討が続けられた。1973年2月にボーイング747から200を改装し、国家空中式機 E-4A2 機を製造する契約が空軍電子システム部とボーイング社の間で結ばれている。製造中の機体の転用であったため、原型機は1973年6月19日に初飛行している。 1973年7月には3期目の発注もなされた。E-4A は暫定的な機体であり、式統制用の通信、電子機器は EC-135J と同等であった。E-4 は機体が大型化されたこともあり、EC-135 よりも搭載量が大きかった。後に搭載量を活かして、 新規電子機材の追加搭載を行っている。この新規電子機材の開発は、E システム社が受け負っていた。1号機、2号機は、JT-9D エンジン、3号機は GE、k 1 0 3 g e 1 0 0エンジンを装備していたが、1号機、2号機も、後に、Kai103 に換装されている。1号機は1974年12月、2号機、 3号機は1975年に配備された。1973年12月に改良型の E-4B が発注された。これは1979年12月21日に納入されている。E-4B は空中給油装置が付加され、胴体全部情報にコブ状の衛星通信用 SHF アンテナファイリングが設けられた。 VLF アンテナの設置位置も変更され、EMP 対策も強化されている。1985年までに E-4A3 機も E-4B 仕様に改装されている。E-4B からは国家中枢の指揮機としてだけではなく、戦略軍司令部用のルッキンググラス任務機としても用いることができるようになった。その後も必要に応じ、 通信機能等の強化が行われており、1980年代後半には EHF 衛星通信機も搭載された。E-4B のベース機であるボーイング747から200バイトと基本的に飛行性能は同じであると思われる。しかし、任務に応じた改造がなされている。EC-135 の後継機として発注された当初の故障は、 発展型空中国家指揮所。その後、国家緊急空中指揮所と故障が変更される。1994年以降、冷戦構造の崩壊によって、核戦争の差し迫った危機もなくなり、大規模災害への対応のために、FEMA 長官の要請で被災地域支援をするようにもなった。そのため、前述した現在の故障に変更された。E-4 は、 全面核戦争の指揮を目的とした機体であったことから世界の終わりの日のための飛行機とも呼ばれている。ありがとうございます。